わあ、なんかすごくフィット感がいいんですね。沼津市の頼重秀一市長が着ているオーバーオール、日本最古のデニムの復刻版です。作業服メーカー山本被服が寄贈しました。1926年に沼津市で創業した山本被服、今は清水町に本社を移し、年間1000種類以上の作業服を製造販売しています。この会社が日本最古のデニム製品を作ったと判明したのは、わずか3ヶ月前の去年11月のこと。見つかった自社製品のデニムの商標登録に、昭和6年、1931年と記されていました。これまで日本のデニムは、岡山県倉敷市で1960年代に作られたのが始まりとされていました。しかし山本被服はその30年前からデニムのオーバーオールを作っていたのです。この事実、実は社員も知りませんでした。すごいことだなと。やっぱりまさかここが発祥だとは思ってなかったので、身近にそんなことがあるのかなと思って、すごいびっくりしたんですけど、誇りに思っております。日本初の称号、その誕生秘話とは。始まりはおよそ100年前、創業者の山本彦太郎さんが出稼ぎのため渡米したこと。そこで目にしたのは、炭鉱で作業着として着られていたオーバーオールでした。丈夫で着やすい。これは日本でも売れるのでは？思いそのまま、ロサンゼルスに作業服の工場、スターオーバーオールカンパニーを設立します。向こうで3年創業して、その間にかなり溜め込んだといいますか、ブレーキが良かったんじゃないかなというふうには考えております。予想は的中し、アメリカでの売れ行きも安定してきた1926年、会社とともに帰国。現地のノウハウを生かし、日本初のデニム生地の作業服メーカーを沼津に開業しました。こちらこういう形の工場になってますね。そうですね、こちらご覧いただくとですね、はい、当初働いておった人間も、はい、オーバーオールを作業服しておりますので、これが1926年。沼津から始まった日本のデニム、発売当初は北海道の酪農関係者にも大受け。その後、1960年代にオーバーオールの製造は中止されましたが、もうすぐ迎える創業100周年に合わせ復刻。日本最古のデニムがおよそ1世紀の時を経てよみがえりました。普段よくデニムを着るという頼重市長は、着心地が大変いいです。例えば沼津市が開催されているいろいろなイベントなんかあるわけですが、そんなのにさらっと参加していただいて、なんか街中がですね、オーバーオールデニムの街みたいな、そんな形になってくると、また新たなですね、沼津の魅力の発信になるかななんて考えているところでございます。このオーバーオールが沼津市発祥ということをですね、広く知っていただいて、地域活性化に役立てていただければなというふうに思っております。沼津市はこのオーバーオールを歴史的資料として保管するとともに、ふるさと納税の返礼品としても活用することにしています。